皆様、新年明けましておめでとうございます。アルバルク東京公認応援番組アルバルクフープ2023年も始まってきます。ということで、ちょっとね、書き初めしていきましょう。スタッフ、紙、筆、ない、もうカメラに書いちゃおう。じゃあね、2023年はやっぱりこれでしょう。これ、 OK、 皆さん、では2023年も始めていきましょう。アルバルクフープ We の W。 アルバルク東京ホームゲームのお知らせです。熱いプレーで魅了する選手たちを代々木第一で応援しよう。共に勝利をつかめ、アルバルク V。 さあ、今年一発目のゲストは吉井宏隆選手と平岩源選手です。よろしくお願いします。二人が並ぶとやっぱ大きいね。確かに俺らなかなか並ぶことないもんな。いや、そうなんですよ。あと声小さ。日本代表としても活躍するオールラウンダー、日本で世界で踊りまくれ、ナンバーイ吉井宏隆。インサイドで頼りになるのはこの男、大型急行出発進行、ナンバー21平岩源。2023年一発目のゲストということで、2022年、まあ、シーズン3ヶ月過ぎましたけども、平岩選手、この3ヶ月いかがでしたか？そうですね、まあ、チームとしても勝ったり負けたりがあって、まあ、僕としても、まあ、プレータイムあったりなかったり、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、今現状できていることはやれてると思うんで、そういう2022年だったと思います。吉井選手の2022年は、まあ、昨シーズンもそのまま、まあ、日本代表活動でも代表でのプレータイムが長かったじゃないですか。そうなると結構この2023年飛躍の年になるかなと思うんですけど、2022年、まあ、僕自身かなり、まあ、飛躍の年になったとは、まあ、思うので、まあ、2023年、まあ、飛躍の年にするしないもやっぱ自分自身だと思うので、まあ、そこは本当に頑張っていきたいなと思います。そんな中、じゃあ2022年のなんかプライベートはどうでした？吉井選手、プライベート、なんか2022年実はこれやってたんですよとか。まあ、最近で言えば、まあ、人生で初めてパーマをかけ始めたみたいなとかかってるね。それ人生で初めて、今年が人生初めて、2022年が初めてパーマかけて、それどんな心境でかけ出したの？いや、ずっとなんか、まあ、身の回りの人から似合うんじゃないかっていう話はされて、はいはい、まあ、僕自身もいいんじゃないかなと思って、で最初は緩めにかけて、今ではもうかなりきつくかけさせてもらって。確かにね。平岩選手はいかがですか、2022年実はプライベートでこんなことしてましたみたいな。いや、特におもろいことはないですね、プライベートで。ポケモン、あ、ポケモン、ポケモンはでも自分はそんなに笹倉がポケモンカードを集めてる影響で、なんか綺麗だなって思ったカード、綺麗だなを集めて家に飾ってあります。綺麗だなってカード集めるんですか？あ、そうだ、はい、あとおお、なんかあるよ、あのなんか神社とかで、はい、なんかこう金のこれなんか杯みたいな、金の杯、うんうん、あるね、なんかこういろんな神社お酒入れるね、はい、なんかこういう本当でそういうのをいっぱい買って飾っとくみたいな。なんかこう変な趣味。その杯がこちらです。ああ、なるほどね。え、それでお酒を飲んだりとか？いや、飾っとくだけです。まあ面白いというか、まあ趣があるみたいな。うまい、うまい。ということで、お二人には2022年を振り返っていただきましたので、これからはがっつりと2023年の話を伺っていきます。では今年についてもがっつり語っていただきましょう。どんとこい2023、新年の抱負を聞いてみよう。ということで、まあ、もちろんこれチームとしてはもうチャンピオンになるというところが目標だと思いますが、まあ、それぞれのテーマに合わせて
ちょっと抱負を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。まずはですね、人間関係からいきたいと思います。ちょっと2023はこの選手と仲良くなりたいなとか、こういう出会いがあるといいなとかいうのをちょっとフリップに書いてもらおうと思いますので、人間関係の抱負を書いてください。お願いします。人間関係の抱負、人間関係、じゃあ吉井選手からいきましょうか。じゃあフリップお願いします。チームメイト、チームメイト、これ どういうことですか。シンプルに、はい、まあ、僕自身がこう、まあ、さっきも言ったように、はい、代表からちょっとこのチーム外れていたので、はいはいはい、こう来た時にアキさんとか今めちゃくちゃ最初から接しやすく喋ってもらって、今ではかなりも一緒にご飯行くぐらい仲もいいので、はい、もっとこうみんなでこう交流を深める、うん、オフコートキャプテンみたいなね。オフコートキャプテン、まあ、そんなにまとめれる力はないんですけどまあそれぐらい、より仲を深めていきたいと。深めていきたいですね。まあそうですね、わかりました。では平岩選手、おお、ジャスティンと、ジャスティン・コブス選手と、もうちょっと絡みたいいや、普段は、普段はてか外国籍選手って、まあ、言葉の壁があるから、はいはい、あんまり話したりはしないんですけど、まあ、アレックスとは長い関係だし、はい、ライアン・セバスは、まあ、ポジションも一緒だし、うん、ジャスティンだけちょっとまだ距離感あるなって感じ、自分の中で、はいはい、ジャスティンからは名前は何て呼ばれてるんですか。ゲン、あ、ゲン、なんて呼ばれてる。ジャスティン、ジャスティン、ジャスティンに一言、はい、ジャスティンに一言、英語で。いや、ちょっと英語はできないんで続いていきます。変えよう話題を。2023年、僕はこれをマスターしたい。バスケットボールでもいいです、これは。はい、じゃあ吉井選手から。はい、まずはこちら、バン。あ、戦術ですね。戦術、はい、これは戦術っていうのは、まあ、シンプルに、はい、やっぱりまだそのプレイタイムをなかなか勝ち取れてないっていうことは、はい、やっぱりそのヘッドコーチだったりコーチたちの言ってるところがまだしっかりこう体で体現できてないし、理解しきれてないってことで、まあ、新年一発目丸々1年常に戦術をマスターし続けれるようにということで、戦術です。これはもう確実にマスターしていただかないとチャンピオンに近づけませんからね。はい、わかりました。では平井選手、はい、平井選手のマスターしたいことはこちらです。ドン、バスケットボール。いや、これはそうそうそう、これはなんかどういう意味で書いてるのかがやっぱ知りたいんですよ。ドリブルできるとかじゃなくて、はい、そんなのはできるバスケット選手なのでその自分のゲーム、自分のバスケットボールスキルセットをマスターしていきたいっていう意味でのバスケットボール。もう簡単にいこう。2023年、僕はこれが欲しい。結構考えるな、2人。これが欲しい、もうパッとパッといきましょう。パッと、うん、正直これほぼ大喜利みたいなコーナーだから痛い痛い痛い、そう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 、手挙げて手挙げて、レンちゃん手挙げて。おい、平井選手、はい、平井選手の2023年これが欲しい、どうぞ。勝ち、勝ち、いいね、勝利が欲しい、やっぱそうですね、うん、その試合で僕がこうチームにできることってのは少ないけど、うん、でもやっぱ練習とか、うん、こういろんな活動の中でチームは勝ちを目指してずっと誰もが勝てばいいと思ってるから、オッケー、もうその通り、その通り勝ちが欲しい。ありがとう。続いてどん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 、はい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 、吉井選手、一応車、車、車、まあ簡単に、うん、まあとりあえずでかい車が欲しい、うん、それだけです。あ、いいねいいねいいね、平井選手、はい、どん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 、はい、今年のこれが欲しい、はい、どん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 書いてくださいよ。おー、はい、はいはい、どうぞ、はい、時計、時計、時計、いくらぐらいの。まあ3桁超えぐらいの、おー、なんかいいね、1本ぐらい。じゃあ2023年シーズンオフ、はい、吉井時計を買いに行く、やりましょう。それいいですね、うん、ロケで行きましょう。2023年ここに行きたい、はい、どんどん書いてくださいよ。2023年ここに行きたい、うわー、ここに行きたい、はい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 、吉井選手、平川さん、観光地、なんかもう観光地、簡単に
シーズンオフあんまりなかったので、まあ、あのリフレッシュということで、はいはい、観光地行きたい。はい、源ちゃん、はい、2023年5年代源ちゃんそれもう金の杯やん。やっぱあの金杯チャンスということで、金杯チャンスね、はい、金杯チャンス、常に行きたい、常に行きたい。2023年、アルバルクがこうなったら嫌だ。はい、イライラ選手、こちらルークが青くなる確かにね、ルークが青くなったら嫌だね。なんかあいつは赤、はい、なんか負けていったらどんどん青くなっちゃうとかね、青ざめですからね。OK、はい、いいですね、笑いが生まれましたよ。それはまあいいかな、本当になったら嫌だし本当になっちゃうよ、本当になっちゃいそうとか言う、どういうこと、出しちゃう言霊で、あー、そういうこと、あー、あんまり良くない。吉井選手の新パフォーマンス、ではファンの皆さん、2023年吉井選手の新パフォーマンスはこちらです。あのこう登場するときに、はい、バク転で、あー、いいですね。ちなみにバク転できるんですか。いや、マジでバク転できないです。でも練習したらできそうですよね、あの身体能力なんで。できそうですけどね、はい、できそうなんで嫌ですね。あの試合前とかに怪我したくないし。確かに、まあ、これは交互期待。マット引いときます、僕らの方マット引いときます、マット引いときます、もちろんめっちゃいいじゃないですか、マット引いときます。で、吉井選手、2023年平岩源はこうなる。平岩源こうなる、2023年平岩源はどうなる。どうぞ。和製シャキール・オニールになります。おー、ビッグマンで、ビッグマンでスピードあって、誰も知らないじゃんシャキール・オニール、シャキール・オニール知らない、シャキール・オニール知らないですか。え、名前は聞いたことあるけど、勉強しましょう。これはちょっと俺ミスったな。じゃあ以上、2023年のお二人の抱負いただきました。すごい人なんでしょ。いや、めちゃくちゃすごい。アルバルク東京とファン、地域をつなぐアルバルクリンク、ウィーレッドデーとしてホームゲーム5試合を開催する2023年1月を CO2 排出量削減を目指す活動を特に強化する月間とし、アルバルク東京の社会的責任活動アルバルクウィルのもと、トヨタ自動車とともにさまざまな活動を実施します。その一環として身近にできるカーボンニュートラルアクションをアルバルク東京の選手たちが TikTok 上で紹介しています。皆さんぜひご覧ください。さあ、いろんな話を聞いてきましたが、ではファンの皆さんに今年の目標、いろいろよろしくお願いします。今シーズンもかなり厳しいシーズンになるとは思うので、まあ選手自体、まあチーム全体でも頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。平井選手、僕はもう試合出たら一暴れして爪痕残したいと思います。応援よろしくお願いします。いいね。では、2023年の目標を一言で。チャンピオン、ビクトリー。ありがとうございました。今年も皆さん応援よろしくお願いします。視聴者プレゼントのお知らせです。今回はホームゲームの観戦チケットを5組10名様にプレゼント。番組ホームページの応募フォームからご応募ください。皆さんの番組の感想もお待ちしています。